どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ご報告と、一緒にね、ANA のね、成田ウラジオストック、ロシアウラジオストックの、新規就航の、スケジュール発表されましたんで、まあ、そちらについてね話していきたいと思います。でご報告なんですけども、本当にね、このチャンネル見ていただいてくれている方にね、本当に感謝です。本当にありがとうございます。私の当チャンネルはですね、チャンネル登録数が、1000人ね超えることができまして、まあ、これからねちょっと、CM がね入ってしまってちょっと見づらくはなってしまうと思うんですけども、今後のね活動費用っていうこともありますので、ぜひね、これからも末永くね見ていただけたらなと思うのと、今後もね、できるだけ有益な情報をね皆さんに伝えられればなと思って、これからもね頑張っていきますんで、よろしくお願いいたします。私はですね、2019年の8月いっぱいで、仕事を辞めて、7月から有給消化みたいな感じに入って、7月からね、本格的に、YouTube コミットして、年内に、YouTube チャンネル登録数ね、1000人、達成をね、目指していたんですけども、10月の、22日にね、無事、1000人超えることができまして、本当にね、嬉しいです。ありがとうございます、本当に。ちょっとね、私の報告だけで、まあ皆さんにはね、本当に感謝しかないんですけども、これだけでね動画1本作るのもちょっと申し訳ないなと思いまして、今回はですね、ANA のウラジオストック、成田ウラジオストックですね、ロシアのウラジオストックにね、新規就航が、もう発表されていて、タイムスケジュールがですね、昨日発表されましたよね。3月16日よりですね、東京成田ロシアのウラジオストック線が開設されるということで、ちょっとね結構びっくりだったんですけども、デイリーだと思ってたんですよね、新規就航で毎日飛ぶと思ってたんですけども、いや毎日飛ばないんですね週2回月曜と金曜日ということで、でスケジュールがですね、3月16日から28日までは、東京成田 NH883 便、11時発のウラジオストク14時15分で、 NH884 便ウラジオストク15時15分発東京成田16時25分ということで、3月の16日から28日までは、このタイムスケジュールで行くんですけども、29日から、10月24日までまた刻んできますよねまた半年間は、東京成田13時35分のウラジオストク16時50分、NH884 便ウラジオストック19時10分、東京成田20時20分ということで、期間によってね、時間変わるみたいなんで、まあ、そこだけちょっとね、気をつけてくださいね。私もまさかと思って見たら、そうなってたんで、変わるんですね。で、週2回月曜と金曜の運行になりますということです。で、機材なんですけども、エアバス320neo146座席で、この、ビジネスクラスが8席、エコノミークラスが138席ということで、まあ残念ながらね、ビジネスクラスは、フルフラットシートにならないね、シートとなって222の座席となります。まあちょっと残念ではあるんですけども、まあ時間ね、見ていただければわかる通り、行きが、3時間と15分。で、帰りは、1時間10分。短いっすね。まあなんかあるんでしょうかね。だいぶ早いですよね。ですんで、まあそんな長時間のね、フライトではないので、まあビジネスクラスであってもですね、エコノミークラスであっても、まあそこまで、まあ疲れないかなっていう印象ですよね。うん、で、まあウラジオストック、まあ一応ロシアなんですけども、結構ね、韓国とか、のソウルとかとね、そこまで遠くない。まあ、てか日本から結構近いロシアなんですよね。まあ、一応ヨーロッパにはなるんですけども、本当に近いという場所になっておりまして、これから新規就航されるということなんで、まあ、いろんなところでね、ツアー組まれると思いますんで、まあ、よかったらね、ぜひ行ってみてはいかがでしょうかっていう感じですね。で、ビジネスクラスの座席はこんな感じ。で、エコノミークラスはこんな感じということで、まあ、フルフラットにはならないビジネスクラスですけども、まあ
悪くはないですよね。うん、で、私ね、2019年、8月の終わりのダイヤモンド、まだね、動画出せてないんですけども、そちらのダイヤモンド修行で、このビジネスクラスもね、利用させていただいたんですけども、私は台北から羽田空港の路線で利用させていただいたんですけども、思った以上にね、結構倒れて、シートピッチも。うん、全然快適でした。うん。それでですね、一応特典航空券の必要マイル数で今回ねウラジオストクロシアなんですけども、だいぶ距離的にはね韓国のソウルとねそんなに遠くないということで、ゾーン2という扱いになります。ですので、普通のレギュラーシーズンで行くと往復で1万5000マイル安い1万5000マイル、ビジネスクラスでも3万マイルでね往復できますんで、まあそういう意味ではね、すごい行きやすいですよね。うん。で、ロシアも楽しめるっていうことで、3万マイルでビジネスクラスだったらね、うん、全然いいんじゃないかなと思います。先日出たね、チェン内の路線よりかは、まあチェン内も今ハーフマイルキャンペーンやってますけども、まあそれじゃなくてもね、普段っていうか、通常でこのマイル数なんでね、うん、おすすめとなりますね。で、一応ね、プレミアムポイント調べました。ウラジオストック、一応ね、ウラジオストック東京派遣、一応ね、海外派遣みたいな感じで予定組めないかなって、ちょっとね、やってみたんですけども、ちょっとね、まだ解放されてないのかもしれないですね。ちょっと私の調べ方が悪いのかもしれないですけど。でもですね、ウラジオストック東京で、積載率 100% のね、M クラスで、検索すると、やはりね、結構高いですね。うん、ウラジオストック派遣にしても49,210円がしますので、まあ、片道だけでもね、その49,000円で、もらえるプレミアムポイントは1,414なんで、ちょっとね、このまんまだと、修行にはちょっと向かないかなっていう感じがしますんで、まあ、ちょっとね、今後ね、クアラルンプール発見みたいな感じで、クアラルンプール発見の東京乗り継ぎニューヨークでも私の往復やっておりますけども、まあ、そんな感じでね、利用できればいいなと思うんですけども、まあ、何よりね、デイリーじゃないんで。ま、今のところね、ウラジオストック発見にしても、月曜と金曜しか飛ばないんで、今現時点ではちょっとね、現実的じゃない路線にはなってしまうんですけども、ちょっとね、今後、期待している部分ではありますよね。まあ、海外発見の方はね、基本的にはね、私個人的にはね、結構ね、価格が下がるんで、もしね、来年度以降もね、ダイヤモンド修するのであればね、海外発見でやりたいなと思ってますんで、ちょっと今後にね、期待していきたいなって思うところですかね。いかがだったでしょうか。まあちょっとね、簡単な紹介にはなってしまったんですけども、成田、ロシア、ウラジオストック、路線ね、3月16日からね、とうとうね、新規、就航開始ということですんで、これからね、期待して、またそこからのね、修行とかもね、できればちょっと楽しいですよね。私も今、海外派遣、今のところ全部、ANA の便はね、全部クアラルンプールから発見の東京乗り継ぎでやってニューヨーク行ってますんで、うん、できればね、いろんなところでね、できた方がね、楽しいですし、まあその現地のね、ラウンジとかね、そういう空港設備とかもね、ちょっと見てみたい部分でもありますし、まあ、ロシア自体もね、ちょっと行ってみたいなと思うんですけども、今後それにね、また期待していきたいなと思う次第でございます。で、本当に最後になりますけども、本当にチャンネル登録、皆さんしていただいてありがとうございます。今後も、これにね、怠けることないようにね、動画撮っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。それでは今回の動画ね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただければとても嬉しいです。で、私のツイッターですね、本当に普段の私生活も結構つぶやいたりしてますんで、もしよかったらね、フォローとチェックしていただければなと思います。で、この YouTube のね、チャンネルではですね、ANA のこと、ANA マイルに関すること、で、実際の ANA マイルを貯めるね、ポイントサイトの運用方法とかもね、紹介させていただいたりしています。あとね、マリオットボンボイの宿泊レビュー、飛行機の搭乗レビュー、クレジットカードお得情報、あと私の大好きな街のね、ニューヨークの紹介なんかもさせていただいております。もしよければぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。